皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、 Tポイントの交換 15% 増量キャンペーンなんですけども、いつもね年末ぐらいね来るキャンペーンなんですけども、2022年はですね、なんと3月1日からですね行われるっていう風になっておりまして、もしかしたらですね今年は2回あんのかもしれないですね。ということで今回の動画ではですね、Dポイントへの交換 15% 増量キャンペーンとですね、それと合わせてですね、Dポイントね、このキャンペーンで付与されるポイントっていうのは、15% 増量はね、されるんですけれども、期間限定ポイントなんですよね。ですので、JAL マイルとかに交換することができませんので、こちらのね、現金化の方法もですね、解説ね、やらせていただきたいなというふうに思うのと、またですね、ポイントサイトハピタスがですね、Dポイントへの交換を開始してですね、開始記念キャンペーンということで 4% 増量をやってるんですよね。またゴールド会員だと合計 9% の、ね、増量キャンペーンっていう風になりまして、ハピタスのポイントに関してはですね、 Tポイントを経由して、で経由してって最終的に Dポイントに交換するとですね、なんと 15% 増量キャンペーンなんですけども、それがね 24% 増量キャンペーンになりますんで、こちらの解説もですね合わせてねやっていきたいなという風に思います。ということで、まずですね、Dポイントの交換 15% 増量キャンペーンの詳細についてなんですけども、エントリー期間がですね、こちらもね、エントリー期間始まっておりまして、2月の25日からですね、3月の31日までにね、エントリーする必要があります。で、交換期間がですね、3月1日から3月31日っていう風になっておりまして、特典はですね、他のポイントから Dポイントに交換するとですね、15% 増量されるっていう風になります。で、こちらキャンペーンはですね、上限がないっていう風になりますんで、このタイミングでですね、ポイントサイトなどのポイントをね、一気にね、交換するっていうのもね、かなりありだなっていう風に思います。で、こちらのね、増量分のポイントに関しては、2022年の5月末までにですね、Dポイントのね、アカウントに付与されるっていった形になります。で、こちらのね、参加条件はですね、まず、一つ目ですね、Dポイントの利用者登録をしている方、またね、公式サイトね、概要欄に載せておきますけども、エントリーね、完了されている方っていう風になりますんで、この二つね、完了してないとですね、この 15% 増量分ね、取りこぼすっていう風になりますんで、あとでね、ちょっと公式サイト見ますけども、こちらね、確実にやっていただきたいなという風に思います。それではね、公式サイトエントリーページね、見ていきたいなと思うんですけども、ちょっとね、ここに画像を出しておきます。公式サイトね、こんな感じになっておりまして、15% Dポイント増量キャンペーンということで、要エントリーっていった形になります。で、下の方にね、エントリーはこちらっていうのがね、あると思いますので、こちらを押していただきます。そうするとですね、こちらでね、エントリー完了っていった形になります。で、もう一つのですね、利用者登録っていうのがありますよね。こちらも必須なんですけども、こちらはですね、この登録はできてないとエントリーがねできないっていう風になりますんで、私はねもうこれやってるんで、多分ね利用者情報登録のね画面は多分お見せすることができないと思うんですよね。ちょっと一応やってみましょうかね。 Dカウントをお持ちの方ということで、これでログインになりますね。多分ね見れないと思うんですよね。実際の画面は前も見れなかった気がします。そうですね、多分ねこの利用者情報登録変更っていうのはね下の方にあると思うんですけども、多分ねこれが出てくるっていうことはもう利用者情報登録ねされているっていう形になりますんで、まあ、もしねこの利用者情報登録ねされてない方はですね、確実にしていただいてキャンペーンのエントリーねしていただければなと思います。それでは次にですね、今回ね他のポイントから Dポイントに交換していただくと 15% 増量っていう風になるわけなんですけども、この交換元のサイトなんですけども、各種ポイントサイトであったりですね、クレジットカードのポイントとかね、その他ポイント各種ね入っているっていう風になるわけなんですけども、こちらね参加企業っていうのが、まあ、こういった感じでですね公式サイトに記載があるんですよね。これもね全部じゃありませんので、利用されているねポイントの会社はですね、こちら記載があるかですね、確実にねチェックねしていただければなというふうに思うんですよね。で、私がねおすすめさせていただいているポイントサイトに関しては、チョビリッ
チ、ハピタス、ドットマネー、ポイントインカム、ニフティポイント、こちら元ライフメディアですね、名前が変わった。でポイントタワーのね記載がこのキャンペーンねないんですよね。ですけどもドットマネーはねあるっていう形になりますんで、まあ、ポイントタワーね利用されている方で 15% 増量を乗せたい方はですね、ポイントタウンからドットマネー交換していて D ポイントっていった形でね交換していただければなと思います。こうすればですねキャンペーンね載せることができますし、またですねこのポイントサイトによってはですね D ポイントに交換するのに手数料がかかるねポイントサイトとかもありますので、まあドットマネーね経由していただければ、ドットマネーはね手数料かかりませんので、まあポイントサイトもドットマネー経由してね交換ねしていただくのはね簡単でいいのではないのかなというふうに思います。いやね、このキャンペーンね、なんでこの時期になったんですかね。2022年に関してはもしかしたら年末はやらなくて、もうこのタイミングだけになるんですかね。ちょっとわかんないんですけども、このキャンペーンね、本当にすごいキャンペーンで、エントリーと利用者登録だけしていただいて、ポイント交換するだけでね、15% 増量、しかもね、上限もないって形になりますんで、まあ、JAL マイルね、貯められている方は、D ポイント交換した後に JAL マイルにね、交換できますよね。ですので、ポイントサイトでね、貯めて、このタイミングで JAL マイルに交換するみたいなね、まあ、そうすると、通常ポイントはね、JAL マイルに半分で交換してもらって 15% 増量分はですね現金にしていただくなんてね、そんな利用の仕方もできますので、やはりねこのキャンペーンねかなりすごいですよね。ポイントサイトのポイントねある程度持ってる方はですね、できるだけねこのキャンペーンで突っ込んでね交換していただくのはねいいのではないのかなというふうに思います。またね冒頭から言ってる通りですね、 D ポイントの期間限定ポイントっていうのは、まあローソンとかねマックとかドコモのサービスとかね、まあこういったものはですね利用することができるわけなんですけども、どれもね利用する先がない方はですねちょっとね口座開設が必要になるわけなんですけども、 SMBC 日興証券でですね日経225っていうのと日経インバっていうのをね同時購入していただいて、この2つはね市場の動きにね逆向きにね動くっていう風になっておりますので、まあ、これね同時購入していただければですね、まあだいたいプラマイゼロぐらいになりますんで、まあこれがねドコモの期間限定ポイントでね購入することができますので、まあだいたい 97% とかねそのぐらいで現金化することができるっていう風になりますんで、まあ個人的にはですね使い道のない期間限定 D ポイントはですねこちらでね消化していただくのはねいいんじゃないのかなと思います。それはね実際にやっていきたいなと思うんですけども、ちょっとね服とか変わってると思うんですけども、この部分だけね先ほどのね撮ってた時にこの部分ね撮ろうと思ったんですけども、取引時間外のね、時間だったみたいで取引がねできなかったので、実際の時間面ね触れなかったので、まあここでねもう一回やっていきたいなと思います。こちらね画面出しておきますけれども、ここはね日興フロッキーの、トップ画面っていう風になっておりまして、私のねポイントが今ちょうど6万546ポイントありますので、これでね購入ねしていきたいなと思います。で私はですねこの検索履歴のところにね入ってるんですけども、日経インってやつと、日経225ってやつですね、まあ、このままね検索していただければ出てくるかなと思いますので、こちらをね同時購入していきます。こちらね日経インバですね、こちらをね買うをね押していただきます。でここでねポイント数ですね購入するのは、6万ポイントっていう風になりますんで、今回ね3万ポイントずつね購入していきたいと思います。まあ持ってるポイントのねそのまま半分ずつね入れていただくっていった形になります。注文確認をします。でこの内容で注文するですね。あ、2回以上クリックしちゃいけないんですねはい、買い注文受付しましたということで、次にね日経225の方ね購入していきたいと思います。まあこちらもさっきと一緒ですね、日経インバと一緒で、3万ポイントね購入していきたいと思います。で、入れたら注文内容を確認する。でこれ3万ポイント D ポイント利用で注文内容買い物付け注文受付しましたということで、これでね OK っていった形になります。で売り方に関してはですね、今のねところでそのままね売るをね押すだけっていう風になりますんで、まあそこまでね難しくないかなと思うんですけども、ひとまずねこんな感じで購入ねしていただいて、
取引ね完了する前しばらく時間かかりますので、まあ1日1回ぐらいねチェックしていただいて、購入完了したらですね、まあ好きなタイミングでね売却していただければなと思います。まあ両方とも持ってますんでね、すごい時間がかかると損するみたいなね、そういったことは基本的にないかなと思いますので、ひとまずねちょこちょこねログインしていただいて、購入完了してたらですね、同時にね両方ともね売却ねしていただければなと思います。片方だけね売却みたいな感じでしてしまうと、そこでね損失出ちゃったりするかもしれないので、この点はね注意していただきたいなと思います。それでは次にですね、ポイントサイトハピタスのですね T ポイント交換開始キャンペーンということで、こちらね、開始になりました。 T ポイント交換開始で誰でも 4% 増量、ゴールド会員なら 9% 増量ということで、これねかなりすごいですよね。まあ私のねポイントサイトいろいろね紹介させていただいておりますけども、このゴールド会員っていうのもですね、ハードルね全然高くないんですよね。ですので、まあこちらの動画でね解説させていただいておりますけども、利用されている方はですね、できるだけね会員ランクね上げて利用ねしていただければなと思います。でですね、ポイントサイトハピタスっていうのは月にね3万ポイントまでしか交換することができないので、まあ3万ポイントね今余裕ある方ね、そんなに多くないかなと思うんですけども、先ほどのね D ポイント交換キャンペーンで 15% 増量で受けることができますので、こちらねポイントサイトハピタスのポイントに関してはですね、ハピタスから T ポイントで JR キューポ、永久不滅ポイント、 D ポイントっていうねこういったルートでですね交換していただくとですね、こちらね D ポイント 15% 増量キャンペーンと、この T ポイントのね増量キャンペーンね濃厚を載せられるっていう風になりますんで、24% で増量キャンペーンとして利用することがねできるっていった形になりますんで、仮にね3万ポイントね持っている方はですね、こちら交換後にですね37,000、まあ実質にはなりますけれども37,200ポイントがね獲得することができるっていう風になりますんで、ぜひねこちらも利用ねしていただければなと思います。でこちらにね交換ルートね出しておきますけれども、このルートをね利用するにはですね JQ セゾンカードがね必要になりますんで、この点はねご注意いただければなと思います。それでは次にですね、このハピタスからね T ポイントに交換すると最大ね 9% 増量ということで、こちら動画撮ってるのがですね3月3日にねこの動画撮影させていただいてるんですけども、このね増量キャンペーン自体が5月の31日までね行われてるっていう風になりますんで、2022年3月現在ですね、東急ルートっていうポイントサイトからドットマネー、東急ポイント、 ANMR って交換していただくと 75% でね交換することが ANMR にできるわけなんですけども、こちらはですね今月いっぱいでね終了になるんですよね。で4月以降はですね JQ みずほルートっていうポイントサイトから T ポイント、 JR キューポ、永久不滅ポイント、 ANMR っていうねこのルートが、まあ一般的に一番高いポイントルートっていう風になっておりまして、こちら 70% なんですよね。まあもちろんニモカとかねそういうルートもあるんですけども、ちょっと交換現地に行かなきゃいけないとかね結構ハードルが高かったりしますんで、まあネットで交換できるルートとしてはこれがね一番簡単かなという風に思っておりまして、またね解説動画もね私出させていただいたわけなんですけども、こちらね 70% っていう交換率なんですよね。で4月1日以降ねこれがメインになって 70% になるわけなんですけども、ポイントサイトハピタスに関しては 9% 増量ね、 T ポイントに交換すると 9% 増量ね受けることができるっていう風になりますんで、1万ポイントをですね仮に交換すると1万ポイントがね 9% 増量で1万900ポイントになりますよね。ですので 7630ANMR にね交換することが4月5月がねできるっていった形になりますんで、いやねポイントサイトハピタスねこのタイミングで T ポイント交換開始してですね、またね増量キャンペーンがね来ているっていう風になりますんで、皆さんねポイントサイトハピタスね、私個人的にはですねメインで使っていただくのねかなりいいんじゃないかなっていうふうに思いますし、先ほども言いました通りねゴールド会員にもね結構簡単になることができるっていうふうになりますんで、皆さんねぜひね利用してみていただければなというふうに思います。ゴールド会員になるにはですねちょっと案件をねこなさなきゃいけない部分があるわけなんですけども、これもですね結構簡単にねできるっていうふうになりますんで、おすすめ案件ねちょっと前回の動画ではね解説したんですけども、今現在でねおすすめできそうな案件ね概要欄に載せておきますので、こちらね利用していただいてゴールド会員ね狙っていただければなと思います。
ということで今回ですね、Dポイントへの交換 15% 増量キャンペーンということで解説ね、させていただいたわけなんですけども、いやね、まさかこのタイミングでね、Dポイント 15% 増量キャンペーンが来ると思わなかったので、まあもしかしたらね、2022年以降このタイミングでやって年末とかにはね、来ないのかもしれないですね。まあちょっとね、こればっかりはわかんないんですけども、このキャンペーンね、上限がないキャンペーンなんで、これそんなにたくさんやってメリットがあるキャンペーンなのかちょっとわかんないんですよね。まあもちろんね、Dポイントに交換していただいたら、まあ、Dポイントを使うね、サービスを利用する方はまあ増えるんで、まあそういう意味でやってんのかね、ちょっとわかんないんですけども、この前ね、終わって先日ポイント付与されたばっかりなんで、まさかっていう感じですよね。またね、ポイントサイトハピタスもね、併用していただくとね、最大 24% 増量キャンペーンでね、利用することができますので、私もね、できるだけね、交換していきたいと思います。ということで、今回の動画ね、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやってますんで、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。